ウィ、ジェスアセラです。ユニバーサルスタジオに来ています。ハロウィンといえばこのゾンビっていうのがもうユニバーサルスタジオの定番になって久しいわけですが、今年はですね、2018年今年はユニバーサルワンダーランド、子供向けの方ね、こちらでも何かイベントをやっているということで、早速 VR カメラ回してみていこうと思います。おお、これない、なるほどなるほど、はい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 、こういう感じか、これはかわいい、ゾンビに合わない抜け道はこっちだよっていう表記がありますね。おお、ライトアップ、ハロウィン用のライトアップが施されているよって話らしいですが、どうでしょうか。スヌーピースタジオの壁面にコウモリが飛んでいる。あ、すごい、あ、これいいぞ、すごいぞ、なんかここだけディズニーランド的だ、スヌーピースタジオの壁面にコウモリ、かわいいコウモリがいっぱい飛んでますね。向こうのエルモのプレイグラウンド、セサミのプレイグラウンドの方では、すごい、なんだあのライトアップ、すげえな、ライトアップってレベルじゃねえぞ、すごい、プロジェクションマッピングってこんな綺麗に、あれ、ハロウィン装飾もともと施されてはいるけど、こんなコウモリあったっけ、あったか、かぼちゃで作られたハローキティさんですね。かわいいね、くわいね、いやプロジェクションマッピングが、スヌーピーのところとこのセサミのところの2箇所ってところかね。あ、雲もかわいいデザインになってるね。雲の巣に切り替わった、かぼちゃから雲の巣に、ね、切り替わったね。職場こっちの逆サイドは何かあったりしないのかな。こんだけか、この2箇所のプロジェクションマッピングってだけか、とりあえずなんかそんな感じだね。多分マッピングがよく見れるのはこの辺かな、さっきかぼちゃだったよね、今クモの巣があって全部巣が張れればかぼちゃに戻るのかな。雲もさ、これだけデフォルメするとまあ怖くないというか、気味悪くないというか、すげえな、このデザイン力、感動するね、雲を怖くなく可愛く、あ、可愛い、びっくりしてる逃げた逃げた、雲の子を散らすようにあ、かぼちゃがいっぱい転がってきたんだ、それで雲の子を散らしちゃったんだ。でかぼちゃに埋め尽くされてか、はいはいはい、すごいよね、この元々の丸いデザインがあってのこのマッピング思いついた人がすごいと思うよ。かぼちゃじゃんみたいなね、すげえな、わー、はい、というわけで、じゃあ抜け道をね使ってゾンビに合わない抜け道を使ってパークの入り口まで行ってみましょう。あー、すごいな、マッピングが、あ、でもすごいな、かな、こういうのあるかな。さて、ゾンビに合わない抜け道は、
クションもなかなかに怖いと思うんだけど、どういう、ね、まあ、これもね、ゴーゴースケートボードもバレントリックもなかなかに怖いと思うんだけどね。うん、さあさあ、とはいえね、まあ俺別にあのゾンビ体制というかホラー体制のステータス振りがカンストしているので、別に怖いと思ったこと一回もないし、一回もないはちょっと言い過ぎかなと思うけど、あんま怖いと思ったことないんでね、抜け道使ったことはないんですけど、あれこっちじゃないの？抜け道って違うの？ああ、間違えた間違えたけど、まあでもこれはこれでアヒルが今日は結構涼しい方なんだけど、9月のこの涼しい時期でもここは水流してんのね。さすがに冬は確か水流れてなかったはずね、枯れてたはずだけど、どっち行ったらいいんだろう。とりあえずこっちに戻るか。しかし抜け道ってどこにあるんだろうね。とりあえずこっちの無限ロッカーの方行ってみますか。あー、こっちだ。あ、なるほどなるほど。ここは僕が昔ね紹介したことのある500円で1日借り上げで何度も開け閉めできる無限ロッカーのとこだね。からこう行くと。あ、なるほどね。はい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 、あー、はいはい、こう、あー、なるほど、なるほどね、こういう感じね、殺風景だね何もない。いやー、まあでもこのルート、ね、近道として歩いててもいいような気もするんだけどね。毎年ハロウィンの時期にしかね、一般通行は許されない特殊ルートでございます。さあ、ここからまたバックステージを通るよ。バックステージって言ってもそんなバックステージじゃないけどね、まあ、そもそもユニバーサルスタジオはバックステージを隠さないので、ね、撮影の裏側を見せるのがテーマのテーマパーク。そりゃね、はい、というわけでここが入り口脇の、入り口入ってすぐ右手側の、お手洗いとロッカーですね。ここに抜けてくると、ね、ゾンビに合わなくてね、抜けてこれるんだよっていう、こんな感じの、はい、こんな感じのルートでございます。いかがでしたでございましょうか。ユニバーサルコアカワハロウィン、ね、こんな感じでございました。プロジェクションマッピングが2カ所でやってたなって感じかな。はいはい、というわけで、ご視聴誠にありがとうございました。また次回、ね、何の動画か分かりませんけど、何かの VR 動画 Vlog で、ね、お会いいたしましょう。ジェスターセラでした。さよなら。あ、なんかエルモたちがいる。ハロウィン衣装に扮したエルモたちがいる。最後その辺をこう皆さんに見せて、クッキーモンスターすごいぞ。クッキーモンスター。
エルモ、エルモ、エルモその格好だと、その格好だとカウント伯爵と被るよ、エルモ。はい、カウント伯爵と若干被り気味のエルモさんでございました。ではまた次の Vlog でお会いいたしましょう。さよなら。